あ前回義元製作所さん、うわ就職失敗した。でも今度こそ俺絶対就職しちゃうぞ。じゃあそういうことで行ってみっか、キンタロン。このコーナーは42歳のモノマネ芸人ジャガー川村がより良い就職先を求め県内のさまざまな企業を訪問する企画である。お、ここか。じっちゃんが言ってた金松エンジニアリング株式会社ってところは、これワクワクしてきたさ。おか、いや鳩もいっぱい飛んでるな。いやまさにロート製薬だな。うん、おうわ、こんな国ドラゴンボールがある。いやでも銀色だな。おお、あ、おめえいたのか。おめえ誰だ。いらっしゃいませ、お待ちしておりました、うん、人事課の市原と申します。そっか、市原さんか。人の名前なんて言うんだ。千里と言います。千里、はい。わあ、いい名前だ。ありがとうございます。親からもらったいい名前だな。ありがとうございます。ところでじっちゃんに言ってきたんだけど、ここの金松エンジニアリング株式会社ってどういう会社なんだ。金松エンジニアリングはインフラ整備や災害現場で活躍する強力吸引作業車、高圧洗浄車の国内トップメーカーになります。インフラ、インフラってあの歯にこう、インプラントですか。それとは違いますね。1971年に創業した金松エンジニアリング株式会社、従業員数は現在214名。創立以来お客様のニーズに沿った製品とサービスを提供する姿勢を貫き、主力製品の国内シェア率は強力吸引作業車 86%、 高圧洗浄車 73% と圧倒的な国内シェアを獲得。その技術力は国内外で高く評価されています。今年は創立50周年の節目の年を迎え、さらに心を込めたものづくりで人に優しく地球環境にも優しい活力ある技術者集団を目指していきます。早速市原さんに社内を案内していただきましたよ。なんだでっけえな、なんだこれは。こんにちは。あ、こんにちは。いや俺送ってんだけど、はい、これなんだ。強力吸引作業車という、当社のメイン商品になります。吸引、まあ、掃除機のお化けのような。掃除機のお化け、はい、お化けの吸太郎か。そうです、違うんですけど。違うんですか、はい、でだから、うん、この吸引力でこのドラム缶を全部潰します。え、ちょっと待って、硬さをちょっと、はい、ほら無理だ。おかげさまで、そういった吸引力、もありまして国内シェアは 86% いただいております。これか、はい、シェア、はい、シェア、シェア、あ、違えか。まだまだすごい商品があるということで見せていただきましょう。タイオンマス、タイオンマス、わっ、わー、びっくりした。あ、俺ら映ってる。こんにちは。わっ、開発部の池澤よしえと言います。よしえさんか、はい、いい名前だな。お、よろしく。お、ところで これなんだけど、これブルマが作った発明品か。違います、違います。強力吸引の技術と電子レンジの加熱に使われるマイクロ波を使った急速加熱の技術を生かした装置になります。マイクロ、はい、だったらったらマイクロ4。違うか、違う。このマイクロ波抽出装置は第26回高知県地場産業大賞を受賞したほか、数々の受賞歴のあるすごい商品なんです。たくさん廃棄されていたユスの搾りカスをどうにか有効利用できないかというお声から生まれた装置なんですよ。ゆっくりゆっくり歩いてくそのユスじゃねえか。違います。
柚子から、オイル、アロマオイルだったり香りの成分を取ることができるんですけど、この装置は、マイクロ波を直接柚子の花皮に当てることができるので、お水を全く使わずに加熱することができるので、加熱か、はい、廃棄物の処理問題だったり、あとは、減圧によって、沸点を40度に抑えて加熱することができるので、フレッシュ感の強い柚子のオイルの香りが取れるんです。この装置で抽出された柚子オイルの香りはいかがでしょうか？生かされてる。そうですよね、これが特徴なんですよ。おめえは救世主だ。よし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 、わあ、すげえな。なんかいろいろ、スバル、ミゼットもある、ラビット、リトルホンダ、あ、たけしさんがいるよここに。あら、あれは何だってね。あら、なんでやねん。いやこんにちは。こんにちは。こんにちは。僕たちは金松エンジニアリング50期の新入社員です。今掃除をしてました。掃除？お掃除。あ、掃除か。お掃除をしてました。掃除って聞こえたんだ。あ、そうですか、ごめんなさい。いや、ところで、はい、このレトロな車とかベイク、おめが作ったのか？そうです、僕たちは修理しました。こちらなんですが、新入社員研修期間中にレストア研修という研修がありまして、古い車、ボロボロの車をきれいにして修理をするっていう研修をしているんですけど、このレストア研修は新入社員が車やバイクの構造を知り、ものづくりの楽しさを知る上でも大切な意味を持っているんです。会社説明会とかでやっぱり従業員の方の人の良さをすごい実感して感じることができたので、それをきっかけに入りました。入ってみてどうだ？やっぱり働く中でしんどいことや辛いこともあるんですけど、もう会社に入社する前に感じた人の良さで、いつも気にかけていただいて、困った時も助けていただけるので、とても働きやすい環境です。助けてくれる上司とか誰だ？そちらにいらっしゃる女性の社員の方々がいつもそうか、力強い味方です、今よりももっとさらに良いものを提案できるようにしていきたいと思っています。お客様のニーズにお応えすることができる製品作りをしたいと思います。何かこう伝えたいことあったらカメラに向かってよろしく。いい会社なので入社してください。僕高知工業出身なんですけど、それで金松に体験入社することがあって、その時に感じた、まあ、人の良さだったり物作りの楽しさがあって、もうこの会社に決めました。溶接をやってみたいです。小説か。溶接小説。従業員全員の人間関係ですかね。部署が違えど関わりが少なくともいつでも助け合いをしてますし、みんな笑顔ですし、で他に言うとやっぱりお客様のニーズにちゃんとお応えして、できる限りの全力を尽くして完璧な製品を作ってるんで、そういうところがいいところだと僕は思います。後輩だけでなく先輩からも、先輩上司からも慕ってもらえるような人になりたいと思ってます。会社のいいところ、美人な女性がいっぱいいます。どうぞ男の人入ってください。イエイ。お客様に、一つ一ついろいろオーダーメイドで作ってますので、商品の提案から、サービスの対応まで行っております。じゃあ営業アピールタイムどうぞ。金松エンジニアリングの吸引車は掃除機仙台分よりも吸います。ぜひ買ってください。防災関係に関わる仕事をしたいなと思いまして、災害現場で、活躍しているということを、会社説明会で聞きまして、あ、この会社いいなと思って調べ始めまして、そこからいろいろありまして、この会社に入社することになりました。今まで教えてくれているその先輩のようにお客さん目線で設計ができるようになりたいなと思っています。これからの未来を僕たちが変えていきます。頑張るぞ。おー、さっきの子たちいい子ばっかりだったな。ところで悟空さん、現在
建設中の新工場がありますので、そちらご覧になりませんか。お、新工場あるのか、俺行っていいのか。はい、もちろんです。こちらになります。わかった、それはありがてえ。じゃあ、ちょっくら行ってくる。こんにちは、悟空さん。お、こちらが新工場の建設現場になります。上の工場が、設計と組み立ての工場になります。下の工場が今まだ基礎工事の段階なんですけれども、検査と出荷の工場になります。どんな感じなのかっていうのは見せては、まだ秘密です。あ、そっか。どうしてここを引っ越したんだ。はい、生産拠点の集約と生産体制の見直しで生産能力の向上を見込んでます。南海大地震の津波対策の意味もあります。あ、そうか。あ、津波が来ても大丈夫なのか。はい、ここは海抜60メートルあります。おお、じゃあ俺もここで働くってなったらすっげーワクワクするぞ。みんな働いてる。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、違うか。あ、いやー、みんな仕事してる。もしかしてフリーザの木か。いらっしゃいませ。は、気になってたんだよ。そうですか。あの、取締役の北村と申します。よろしくお願いいたします。なんか、なんだ、いいのか。まあまあ座って。はい、どうぞ。やっぱり吸引力、そしてマイクロ波、はい、いや、そして人、もう三位一体だな。あ、どうもありがとうございます。1971年創業で、今年の9月に50周年を迎えます。で、あの、ここにあるのはですね、社員が、企画しました50周年のノベルティになります。チョロキューもあるんですよ。お、どうぞ、ごくんさん。あ、マイクロ波、おっと出た。弊社はですね、今の小さな市場ですが、吸引車、洗浄車で、シェアトップを取らせていただいております。業界ナンバーワン企業として、まあ、慢心することなくですね、これからもここ高知で、しっかりとものづくりを、こだわりのものづくりを続けて、これからも良い製品を全国へ、そして、海外に向けてもですね、お届けしていきたいと考えております。北村さん、どんなやつに来てもらえてんだ。はい、やっぱり仕事を通じてですね、社会に貢献したい方、あるいは、車やですね、機械、そういったものづくりが大好きな方、そういった、まあ、情熱あふれる皆さんに、来ていただいて一緒に働きたいと思っております。いや、まさにオラにぴったりじゃねえか。はい、オラを雇ってくれるか。はい、もちろんです。あ、いいのか。はい、うん。ですが、あの、新入社員はですね、研修が3ヶ月があるんですが、お父さん大丈夫ですか。3ヶ月か。いや、オラヤポンスキーのアルベートのサラのサラルサラルやってんだ。はい、それのアルベートがあるんだ。残念です。くー。